予備校講師たちにですね、広く YouTube 禁止令、道を作るって決めたからには僕は失敗するわけにはいかないので、そうだから突っ切るしかないです。私はもうやるしかないので、成功する道筋はあるので、ちゃんとですね、ちょっとね、でっかいことやろうっていう話は進んでおりますので、で始まりましたもてつチャンネル。さあ今回なんですけども、誠に申し訳ございます。1000円ちょうだいじゃないですけど、私のせいでしょうね。だと思うんですけど、いや、ついにですね、予備校講師たちにですね、広く YouTube 禁止令が行き渡っております。どうなんでしょう、すでにやってる人には行くのかどうかとかいうか、適用されるのかどうか分かりませんが、各予備校ですね、様々なところでやめてくださいっていうのが出ておりますね。まあわかんないです。すでにどの程度の人がやめなさいって言われてるのかわからないですが、まあいろいろと随所でその話を聞くようになってきました。はい。まあここまでね、影響力が出ちゃったというか、自分のせいだろうなとは思っております。いやー、こんなことになるなんて、思った通りです。はい。ね。そうするために、ある意味やってたような、そうするためにっていうか、そうなるぐらいまでに影響力を持たなきゃなっていうふうに思って、私はこのね、さよなら投信やってますから、そう、これぐらい影響が出なきゃやめる意味がないと思ってましたから、それは予想通りなんですよ。はい。言ったじゃないですか、前に動画で話したと思うんですけど、今、こうバシバシ打たれながら一応道をこうで作ってると、多くの人がこう歩けるような道を作っていくっていう風に言ったんですけど、そうなんですよ。だどうしてもやっぱり今のね、現状にこう満足できない人たちはこう始めてきてるわけですね。こうやらせてくださいって言って、今結構ね、許可を取るんですよ。いい人たち多いですから、やっぱり予備校講習の中でもそうやってやってもいいですかっていう許可取りをね、ちゃんと予備校側にしてる人たちもいるんですけど、まあやめてくれとか、まあそれによって私もコラボが何人か潰れている状況なんですね。はい。そう、私のチャンネルには出るなというですね、指令が下っているところがあります。はい。実際で、それで、まあ、本当にコラボができなくなった人が何人かいらっしゃいますので、それぐらい大きなことになっております。実はまあ私のね、今所属してるところも書面で来ましたからね、皆さんのつまり全講師に私が言ったわけですよね。 YouTube っていう字が入ってましたからね、 YouTube 出るときは言ってくださいっていうのがついておりましたからね。そう、ついにここまで来たっていう感じです。だからね、そういう風になる前に早めに動いた方が良かったんですよ。私は早めに動いといてよかった、正解だった。いやー、本当に絶対早い方がいいっていうのはね、分かってたんでね。やっぱここ難しいですからね、今後成功していくのは相当大変だと思いますけど、まあ、早めに動いてよかったし、あとはそう、道を作るって決めたからには僕は失敗するわけにはいかないので、今矢面に立ってブサッブサッですね、刺され撃たれで大変なことになりながら歩いてますけど、ここで倒れちゃったらね、何のためにねやってきたんだと。そう、予備校のね講師たちとか若手、特にですね、そう、恵まれない若手たちに道を切り開くためにやってきたんですから、倒れるわけにはいかない、突っ切るしかないですね。ぶち抜いていくしかないわけですよ。もうじゃないと後ろついてこれない。このままだと後ろの人たちどん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 いろんな規制で羽交い締めされて動けなくなっちゃいますから。そうなんですよ。もちろんね、どん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  YouTuber も増えちゃったんで、また成功するが大変な状況にはなってるんですけど、ただその成功する道筋はあるので、ちゃんとですね。ただやっぱりね、難しいと思う。予備校講師ってそのビジネスがうまいとかっていう人はほら少ないじゃないですか。だからね、もうなかなかこの YouTube だけの収入で大変だとは思いますね。だってもうほとんどの予備校講師よりはありますから、 YouTube だけでね、この地位に来ることはまずできないですよね。相当大変な道になります、ここまで来るのは。やっぱいろんな規制があるからさ、
でもこう安定のねことを考えたら、ほら暮らしあるじゃないですか皆さん。そしたらやっぱ予備校に所属してやってる方がいいってなりますからね。だからまあ未だにねコメント来ますからね、僕はね、なんで辞めたんだとかね、投信代わりにいればよかったのにお前はバカだみたいなコメントですね、諭すようにやってきますけど、いやいやいや今の方がよっぽど自由にやってますよ自由に楽しくやりたいことできてるし、それでて収入も倍ぐらいかなになってますからね、今全然違う世界になってますけど、そうだから突っ切るしかないです、私はもうやるしかないので、その判断は間違っていたとね言われるのなんてまっぴらごめんですので、突っ切らせてもらいます。ということで、まあ予備校業界に一石を投じたというか、変えることができたっていうのはある意味功績だったと思いますね。もちろん僕一人が原因なんて全く思ってないですけど、まあ 80% ぐらいは僕の責任だと思っております。すいませんね、 YouTube やりたかったのにっていう講師の皆様、本当に申し訳ございません。1000円ちょうだいでもこうなったからにはね、本当に、まあ、このまま突き出せていただきます。まあ、ちょっとね、やっとコロナ収まってきましたので、少々お待ちください。ちょっとね、でっかいことやろうっていう話は進んでおりますので、本当に収まったら、うっそーんっていうですね、企画をやりたいと思いますので、水面下で進んでおりますので。で、まあ、英語講師オーディションでね、そう、この間は講師オーディションの第2回の方々とね、こう話したんですけど、ツイッターのスペースってやつでしたっけね、それ分かんなくて、私、スマホにツイッターをダウンロードするとこからやりましたけど、そこで、まあ、いろいろね、講師について、英語講師オーディション出て、変わりました、どう変わりましたかとかっていろいろ言って、一番変わったのが主催者の方だったっていうね。んですけど、もう本当ね、予備校次の英語講師オーディションやるときはもう自分は予備校講師でもないし、ね、オーナーになってるしさ、校舎持ってるし、武田塾イングリッシュってね、今度フランチャイズね、やフランチャイズに加盟する側でさ、今度本部側にもなるし、もう不思議なことだらけですよ、この世の中一体どうなってんだっていうね、ぐるぐる回ってます。さらにはもう他にもいろんなことやってるので、インフルエンサーとねしての仕事もすごいやってるし、まあ本の執筆だけじゃなくていろんな、ね、記事の執筆とか雑誌とか結構出ます、この後この年末オンラインの記事とか雑誌とかインタビューとかですね、ドドドドッと出ていくかなとちょっと思ってますので、はい、ちょっとねいろいろ出ていきますので、そちらも楽しみにしてください。また面白い仕事もありますので、はい、やります。私は倒れるわけにはいきません。ここで倒れたら、ほら予備校を捨てて YouTube なんかやらなきゃよかったのにってなっちゃいますから、そうはならないように突っ走りますので、ぜひ応援よろしくお願いします。皆様チャンネル登録してください。本当にこれ切実、まあ、いろんな理由があるんです。ぜひしてください。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching。 倒れないように